1年生どんくらいいますか？手挙げてみてください。あ、すげえ、割とじゃないですか、これ。いやー、そうですね。
はい、そう、僕ら、田崎くんって言うんですけど、奥にいる、あの、細いベーシストが。田崎くん以外は全員4年でですね。まあ、それ言ったからといって、俺、本当に、今何言ってるか全然わかんないですけど。そうそうそう、あの、ちょっとじゃあ、今、今、そう、7時始まったばかりか知るけど、ちょっと、あの、私事で、ちょっと、なんですけど、先日健康診断あったじゃないですか。健康診断受けて、そうそう、俺、あのさ、体重3キロ増えたんだよ。で、3キロ増えて、まあ、90キロになったの。で、なんか、それだけで俺、ちょっとびっくりしたんだけど、で、最近俺、あの、腹がすごい減った時の気持ち悪さ、ちょっとあるじゃん。胃がぐるぐるする感じ。あれを極限まで高めたようなのがたまになるんだよ。で、2回なって、で、その2回目になったのが健康診断の朝だったの。で、なんかちょうどいいからって思って、あの、なんか問診やんじゃん、1対1で医師と喋るやつ。で、その時におじいちゃんだったんだけど、まあ、こんなんすよ、どうすかねって聞いたら、身内に糖尿病いるでしょって言われて、で、もう、じいさんが糖尿病だったんだよ。でも、俺びっくりしちゃって、すごい、半泣きになりながら健康診断を。だから、本当にもう俺は、この先、そう、インスリンマシマシ血糖低めになる。ちょっと俺本当もうインスリンマシマシが言えただけで俺もう満足なんで。はい、そういうわけでですね、もうあのくだらない部活です。本当にもう人生の人生の大切な4年間をこの過ごすのはとても哀れなことじゃないかと。そんなことないよ、そんなことないよ。私はたまに思ったりもしますが、でもね、俺この部活大好きだから。そういうわけでですね、まあ、嘘、さっそくやっちゃいますか。まあ、あの、知ってる曲だと思うんで、うい、うい。じゃあ次で我々最後の曲やっていきます。新刊スタジオライブ1日目、最後まで楽しんでいきましょう。